中倉清志9月24日から2000年2月9日は日本の剣道家。ダニーは剣道藩士球団、依頼道藩士球団。流派は神道無念流剣術、無双神流竜哀。職業は警察官。鹿児島県出身。大道館武道専修学校を第一期生として卒業後、上京して中山博道の道場、有り武館に入門する。 剣道の公式戦で69連勝を打ち立て、昭和の武蔵戦うに敵なしと謳われた。第二次大戦後は全日本東西対抗剣道大会で9人を勝ち抜く記録を打ち立て、東西対抗の鬼の異名を取った。関東管区警察学校教授、一橋大学、中央大学、防衛医科大学校剣道部師範、鹿児島県剣道連盟理事長、 全日本剣道連盟審議員などを歴任した。鹿児島県肝付郡東串良村の農家の4、男として生まれる。中倉家は氏族であったが、明治維新後は農業で身を立てた。清が5歳との時に、七父吉が破傷風で死亡し、その後何年間か祖父母に育てられる。他の兄弟と違って清は、気象が激しく、祖父のゴンゾウは、 自分の性格に似ているシーンを特に可愛がった。ゴンゾー八1877年の西南戦争の際刀を担いで、西郷隆盛軍に加わろうとしたが、西郷軍は動眼を見かねて、従軍を許さなかったという。清は、運動神経にも恵まれ、かけっこも相撲も喧嘩も負けたことがなかった。何より祖父がそれを許さなかった。小学校の高等科に上がる頃には、 暴れ頃と言われ、軍内で清を知らない者はいなかったという。他の村から悪道がやってくると、馬に乗って駆けつけ、ひずめの音がすると悪道たちが退散していくのが、村人の見慣れた光景だった。兄の武は、陸上競技と剣道の選手で、特に短距離走では長く喧嘩の記録保持者となり、後に剣道も半死七段となる。小学校六年生の頃、学校に、 子供用の剣道具が5組寄贈されたことがきっかけで、清は剣道を始めた。しかし村に、剣道の有段者がおらず、防具の付け方のわからないまま、市内で力任せに殴り合う剣道を始めたため、40人近く、いた部員は次々に退部して、最後には、新規取りになってしまった。それから清は、自宅の畑で流木に打ち込む稽古をしたが、これが、 基本習得に役立ち上達が早くなったという。高等科に進むと剣道を好む体育教師がいたことから少なくとも週に1回は剣道の授業があり清は頭角を表す。剣道大会では1年次から対象2年次の軍大会では9人を破って優勝。県大会では5等となり剣下の新聞にも大きく掲載された。高等科卒業後 本家に進学する。剣道はますます上達して、たけしや担任教師を驚かせた。青年学校を卒業する都市、鹿児島市に大道館武道専修学校が設立され、清はたけしの勧めで入学を希望する。しかしゴンゾウは清に農業を継がせたいと考えていた、ため、反対した。この頃たけしは大洋教員を辞めて、 鹿児島高等農林学校に進む予定だったが、清志を大道館武道専修学校に入れるためなら、自分の進学を待ってもいいとまで懇願する。担任教師も真は大物になると確信していたため、説得に加わり、ついにゴ蔵は進学を許した。ただし、剣道三段になるまで家の敷居はまたがないという約束をさせられた。大道館武道専修学校とは、 西郷隆盛を推計する今村貞春という人物が創立した私学校である。京都の大日本武徳会武道専門学校と同様の全寮制の武道学校で剣道師範は丸田金弘、芝垣松澄みらが勤めていた。1927年春、清は大道館武道専修学校に第一期生として入学した。大道館の稽古は大変厳しいもので、 半殺しにされたという。また規則も厳しく、罰が辛くてやめてしまおうと思ったこともあったというが、祖父ゴンゾとの約束を守るために耐えた。大道館武道専修学校の課程は、本家1年、研究科1年で、ほとんどが本科を終了すると小学校教員になったが、清は研究家に進んだ。この頃清は丸太から、東京の中山広道の話を聞かされ、 憧れを強めた。1929年3月、研究科を修了し、福岡県、オリオの大東社工芸塾に、剣道指導教員として赴任した。大日本武徳会福岡支部や小倉警察で鍛え、同年夏に、剣道三段を取得して、東串良村の実家に帰省する。鹿児島で、久しぶりに清と稽古した、同級生は、清が、 別人のように強くなっているので驚いたという。1929年秋、大東社工芸塾の修学旅行の引率で東京へ行き、夕方、一人抜け出して、本郷区にある中山広道の有信の道感動場を訪ねた。紹介状はなかったが、中山との面会を許され、せっかくだから一本稽古をしていきなさいと言われる。真の剣道を見た中山は、 九州の剣道教師にしておくのは惜しい。君なら立派な専門家になれるといい、上京しての修行を進めた。修学旅行から帰ると、清は第5回明治神宮体育大会剣道競技に福岡県代表として出場する。兄武氏は陸上競技に鹿児島県代表で出場したため、兄弟揃っての出場となった。清は上京して、 有野武部官に入門したかったが、費用が足りず、年末に、東串良村に帰省して、祖父ゴンゾに、経済的援助の相談をする。ゴンゾは承諾した。ただし、酒は、飲むな、タバコは吸うなという条件をつける。清は、この約束を固く守り、酒と、タバコには、生涯手を出さなかった。翌1930年1月。 清は大東社工芸塾校長に退職を申し出る。校長は引き止めたが、真の決意は固く、その日の夜に、折尾駅から東京行きの夜行列車に乗って出奔した。翌日の昼過ぎに、有野武部に到着し、中山に入門を許され、熟成となった。後に校長が上京し、大東社工芸塾に戻ってくるよう説得したが、清は断っている。 神道無念流剣術を継承する有野武漢館の稽古は強烈な打突、足絡み、投げ技、組打ちなどを用いる格闘的なものであった。専門家の稽古とは生死をかけたものだと改めて思い知った清は、大道館武道専修学校で丸田金弘から受けた荒稽古に今更ながら感謝したという。清が有野武漢館に入門した日、新山のくせに、 王兵な口の聞き方をするシーンを、中島五郎蔵が懲らしめようとして、羽賀淳一をけしかけて対決させた。ところが、羽賀と中倉は、互角の格闘をして決まりつかない。そこで、仕掛けた中島が入って止めた。これを機に三人に友情が生まれ、有信武官さんはガラスと呼ばれるようになる。月末、清は、有信武官の新旧試合で十六人を勝ち抜き、四球の 中を与えられる。その後、隠し大会に出るたびに優勝して、商品を必ず持ち帰ってくるので、商品稼ぎと言われた。有野武漢のみならず講談社野間道場、警視庁、皇空警察、陸軍富山学校、各大学などに出稽古して、1日3回の稽古を重ねた。1931年、羽賀が皇空警察から警視庁に移籍したため、 はがに代わる人材として清がスカウトされ、同年4月15日、皇宮警署に任官する。5月には大日本部特会から20歳にして、清廉賞を授与され、明日ともに、一人前の剣道家となる。6月、警視庁対皇宮警察の対抗試合で8人を、勝ち抜き、宮内大臣、一聞き徳郎から、日本刀を一振り授与された。また、別の大会では、 堀井俊秀が戦艦、三笠の方針で打った担当も授与されている。1931年、中山博道と信仰のある合気道創始者、上芝森平が新宿若松町に工部館道場を開いた。1932年、清は中山の紹介で工部館に通い始めた。この頃上芝は実績小丸の将来を占うには早すぎたことから、 自身の後継者となりうる人物を探していた。中山の仲介で同年10月、剣道を続けても良いとの条件で清は、上芝の婿養子となった。上芝と中山の名前から一字ずつもらい、上芝森博と名乗った。当時の合気道本部は、剣道の稽古も実施しており、清は、羽柄らとともに、後部官剣道部として、剣道大会に出場し、優勝している。 1933年には、第7回明治神宮体育大会剣道競技、一般30歳未満の部に、上柴森弘の名で出場し、優勝した。1934年7月11日、皇宮警察を退職。上柴森兵の側近として、皇部官の経営に専念するためであったと言われる。清は、愛機道を学ぶと,とともに、日本体育専門学校。 東京商科大学の剣道部師範を務めた。1935年5月、区内省最年間剣道大会で優勝。7月、学生を連れて、静岡、名古屋、大阪、神戸、京都の各部特伝を武者修行する。1936年8月、持田生二の紹介で、香川県高松市の上田平太郎を訪ね、剣道の稽古をする。その後間もなく、 上島家と離エし、氏、中倉清志に戻った。同年10月27日、再び皇宮慶祖に任官した。1938年4月9日、郷里東区白村で、広瀬雅子と結婚する。親同士が決めた縁談で、清志と雅子は、修玄の当日まで顔を合わせていない。清志が鹿児島に戻ったのは、修玄の前日であった。 修元が住むとすぐ東京に戻り、小石川区東青柳町の借屋で新婚生活を始めた。清は毎日稽古で家を空け、特に試合前は気が立っているため、政子は剣道家と結婚したことを何度も後悔したという。後に三男か目を設けた。1939年5月、史上最年少29歳で剣道教師に昇進。 1941年、流派派閥に関係なく稽古できる剣道会を作るべく、天狗会と名乗って活動する。活動を本格的にするため、木村徳太郎に相談したところ、木村は趣旨に賛同して、司祭会と名付け、自ら会長に就任した。この時木村は快諾したばかりか上等のすき焼きを、振る舞い、清を歓迎した。司祭会は、戦後の剣道復興に、 多大な貢献をもたらすこととなり、後に、木村は全日本剣道連盟初代会長となる。1944年11月、選挙区の悪化により、家族を九州へ返す。剣道の稽古も中止となり、終戦を迎える。終戦後、区内省工具警察部は、近衛府工具警察部を経て、警視庁工具警察部に改組され、清志は、 警視庁工具警部補に承認した。1946年4月、祖父ゴンゾが死去。1947年6月、警視庁工具警察部を退職して、鹿児島駅郷を農業畜産で生計を立てる。占領軍によって剣道は禁止されていたが、鹿児島はあまり厳しく監視されていなかったため、密かに剣道の稽古を行った。1951年5月、 ッシ者から転落する事故で左足首を骨折し、骨が飛び出る重傷を負う。再起不能と言われたが、左足に負担がかかりにくい左上段の構えを、開眼して剣道復興と共に帰り咲く。1952年3月、高山町の大隅バンに剣道師範として就職する。同年10月、東京で全日本剣道連盟が結成されると、清志は、 木村や工具警察関係者に手紙を送り、上京したいと伝えたが、東京に、剣道家が務める仕事はないと言われ、諦めた。市の中山博道も、有野武官を手放し、急防していた。1953年5月1日、鹿児島市警察巡査部長に任官。鹿児島県警察剣道大会で優勝し、第1回全国警察官剣道大会に、出場する。 同年11月8日、第1回全日本剣道選手権大会に出場。優勝候補と目されたが、2回戦で25歳、最年少選手、野間和俊氏に敗れ、戦前からの連勝が止まる。1954年10月10日、第2回全日本剣道選手権大会で、第3位に入賞。同年十一月十八日、第一回全日本東西対抗剣道大会に、 出場し、以降第9回まで連続出場。12回、13回大会にも出場。9人抜き、上昇腐敗の記録を打ち立て、東西大抗の鬼の異名を取る。1955年3月、鹿児島県警察学校教官に就任。1957年、第8回南日本文化賞スポーツ部門受賞。1958年、 第3回西日本スポーツ賞受賞。1959年5月、全日本剣道連盟から48歳、最年少で剣道八段を授与される。1962年5月、最年少で剣道半士に昇進する。同年、周囲から懇願され、国民体育大会に対象として出場する。一度も敗れることなく、鹿児島県を優勝に導いたが、 当時若者の大会とされた国体に、藩主八段が出場することは異例で、清志は後輩が審判をしている大会に選手として出場していることが恥ずかしく、待ち時間は隠れていたという。1964年、東京オリンピックデモンストレーション剣道試合に出場。1966年、関東管区警察学校教授に就任。 1969年、ヨーロッパ剣道連盟設立準備のためと、1971年5月、一橋大学剣道部師範に就任。1971年、第2回世界剣道選手権、大会日本チーム監督を務める。関東管区警察学校教授の定年が特例で5年、延長され、1976年、65歳で退職。 同名誉教授となる。同年、剣道専門雑誌、剣道日本顧問に就任。1977年、中央大学、防衛医科大学校の剣道部師範に就任。1978年5月、67歳、最年少で、剣道九段といい、合同藩士号を授与される。年功序列、名誉団的な意味合いの強い剣道九段に67歳の、 若さで商談するのは異例であった。同年、第6回世界剣道選手権大会日本団長を務める。1981年、郷里東串良町に真の銅像が建立される。外務省や外国政府の依頼で、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、オーストラリア、台湾、ブラジル、アルゼンチン、ペルー、メキシコ、 ハワイ当初外国に赴いて剣道を指導する。80歳を過ぎているシーンが外国の大男を圧倒する姿に外国人からモンスターとの驚きの声が上がった。1996年、日本抜刀道連盟制定統方を監修。1999年、88歳で市内を置き、稽古を知りく。それから間もない2000年2月9日に死去した。 去年89、同年3月20日、一橋大学、中央大学、防衛医科大学校、東京つぼみ会、三州県究会、東村山市県道連盟による合同葬儀が上野間栄寺で執行された。皇宮警察官としては特に秩父宮用人氏、新能のボディーガードを務めた。秩父宮がお忍びで出かける際、 区内省から警視をつけると言われると、中倉一人で君たち十二により、はるかに安心だと言って断ったというエピソードもある。強度の禁止であった。昔はコンタクトレンズや剣道用のメガネはなく、剣道の試合ではハンデキャップであったが、勝ち続けた。22歳で東京商科大学剣道部の師範に就任した際、清は毎日の荒稽古で病人のように痩せていた。 ウィンナーは、そんな清志が、本当に強いのか、疑い、首相をはじめとする四名が真を試すため勝負を、挑んだ。四名は清志に市内を触れることもできず、足がらみでひっくり返され、完敗した。当時の東京商科大学は、かつての師範、山田二郎基地の影響で、形稽古を重んじ、市内稽古に否定的な部員もいたが、真の強さを目の当たりにしてからは、 市内稽古を見直し、形と市内のバランスの良い稽古内容になった。後年4名は、どうもと秋彦にこの行きつを話し、世の中にこんなに強い人がいたとは知らなかったと語った。左足前の踏み込み、横の動きなど、中山博道から学んだ神道無念流剣術の動きを戦後の剣道でも続けた。稽古中のつばぜり合いでは、相手の市内を奪う技も使った。 このような剣道は、戦後の全日本剣道連盟の剣道家からは、汚い剣道、偏見などと言われることもあった。60歳を過ぎると、本格的に書道を学び、以後4段も取得した。早瀬敏之、昭和武蔵県政、中倉清の生涯212ページ、南日本新聞社。ありがとうございます。